こちら、売れなくなった本をどう売るかの世界。口笛で書店の売り場面積を取る女、クロスメディアパブリッシング、岩瀬恵理子さんです。お願いします。よろしくお願いします。口笛で書店の売り場面積を取る女、どういうことですか？書店営業をやっていた頃に、書店員さんにこの本を置いてみてはどうでしょうかって言ったところ、口笛がうまく吹けたら置いてもいいよっていう交渉をしたことがあります。そんなやつは引っ叩いた方がいいですね。で、うまくいって売り場を獲得したと。はい。相当うまいじゃないですか。じゃあ聞いてもいいですか？はい。あとハブエっていうのも吹けます。ハブエ。ハブエの方がすごくないですか？全然できませんよ。クロスメディアパブリッシングさんは出版社なんですよね？はい、ビジネス書と実用書をメインで刊行している出版社なので、そんなに聞き覚えはないんじゃないかなと思います。代表的な本はどういった本があるんですか？うちでベストセラーって言われてるものが、自分を変える習慣力。ああ20万部とか言ってます。ああ、はい。最高の体調。はい。これは今12万部突破。科学的な適食。ほい。すべて読みました。お渡しするんで読んでください。これもベストセラーに入りました。大人六法。大人六法です。取り上げていただいたおかげもあり、10万部突破することができました。ありがとうございます。クロスメディアパブリッシングさんでどんなお仕事されてるんですか？はい、書籍の PR と言われるものをやってます。イベントだったりとか、書店の注文書作成したり、販促チラシ作ったり、売り場の試作をやってみたり、場合によっては書店に行って営業することもあります。その中の一つに口笛がある。たまに求められることもある。大人六法を例にすると、書社さんと発売前の段階と発売後の段階でどういう PR を組んで売っていくのかっていうのをスケジューリングして動いていく。販売前はどんな感じで戦略立てていくんですか？まずは Amazon って予約を集めることに注力をするんですけど、書社が何月何日に書籍が発表しますっていうのを伝えて、ファンの人とか関係者の人とかが予約してくれるっていうのを狙ってます。販売前に予約数を集めるっていうのは、書店に置いてもらうためなんですよ。え、どういうこと？ Amazon ってランキングがあるんですよ。この書籍発売前にランキングが1位になりましたっていう情報を持って書店に行った時に、発売後に大きく展開してくれる可能性が広がるんです。 Amazon でこんだけ予約入ってるんで、実店舗でも置かないとまずいですよみたいなね。自爆すりゃいいじゃん。自爆ってあれですよ、自分で1万部とか買っちゃうとか、そういうことですよ。あー、そういう著者さんもいるっちゃいますね。いるっじゃいる。でも一つのアカウントが100冊一気に買ってもランキング上がらないんですよ。そこってすごく厳しくて、アカウント100個作ってやるんだったらいいですよって言ってます。へえ。それ以外はどんなことされるんですか？プレスリリースって分かりますかね、はい、メディア向けにこの書籍発売決定っていうのをファックスを流したり電話かけたりして、記事にしてみませんかとかやっていきます。何社ぐらいにやるんですか？100件電話かけて取り上げてくれるのは1件あるかないかとかなので。100件も電話するの？どこが一番対応悪いですか？電話切る瞬間に口笛吹いてやればいいんですよ。発売後はどうしていくんですか？書店に集中して営業をかけていって、いかに長く広く置いてもらえるかっていうのに注力してます。例えば新しい角材を作っていったりとか。角材？角材ってあの東急ハンズとかで売ってるあの木の角板材料っていうものが。角板材料、角材っていうんですね、はい、そうなんです。ポップを新しく作ったりとか、パネルも角材って言います。あー、貼ってある貼ってある。なぜうまくいく人は独り言が多いのかっていう本がありまして、こういう角材を作ってます。インデックスの見本本なんですけど、はい、これを一番上に置いてもらって、自由に中を見れるような状態にして、手こ入れしたいなと思った時はこういうのを作って持って行って置いてみませんかって言うと置いてくれるっていう。大人六法は今売り場がどんな感じか見ますか？朝日屋書店さん、めっめっちゃやってくれてますね。発行はいつですか？2023年9月25日。8ヶ月経ってもこれやってるんですか？はい。この度10万部突破したので、新しい帯になったんですよ。ホログラムになっていて、はい、キラキラなんですよ。書店さんには面で置いてもらえるようにお願いしてます。お願いしたらいいよって言って、こんなでっかい柱に
先生ぐるりと巻いちゃって巻いていただきました。個人的なつながりあるんですか？朝日屋書店の社長さんが口笛サークルの代表なんですとか。ゆりん堂の現在も見ましょうか。そんなさっきのがでっけえから、これでもすごい方？すごいですよ。 A4 のパネル、コップ、リーフレットまで置いてくださってるんですよ。本来だったらこのスペースって5冊か6冊書籍を置けるのに3面潰して置いてくれてるんですよ。なぜなんですか？絶対口笛でしょ。角材をとにかく新しいのを毎月のように作って、書店営業のチームが率先して営業かけている。へー、逆の言い方すれば戦略を考えてしっかり角材作ってガツガツ売り込んだらどんなつまんねえ本でも売れるってことですね。私はそう思ってます。これはね、岩瀬さんが優秀なんですよ。いやいや、いろんな人たちが関わってここまで来たっていうのは、またその謙虚なところもいい。ご相談させていただいてもいいですか？ゆりん堂が作る企業 YouTube の世界という俗に言うゆうせか本ですね、はい、2023年の2月発行なので1年3ヶ月経過しました。どれぐらい売れてるんでしたっけ？約15,000部。1万5000部まさに今売れなくなってきた本。岩瀬さんだったらどう手こ入れをしていくか、今からできることは何かなっていうのを考えてきまして。書籍 PR ピン芸人ですか？だって他社あるわ。まずアマゾンから。通常アマゾンページってバナーを登録できるんですね。大人六法とかだとこんな感じでバナーが入っている。バナーだらけじゃん。5枚まで入れられるので5枚全部入れてて、この本の売りになるような文言とかをイラストだったりとか画像にして載せていったりとか。今ゆうせか本はバナーが1枚も入っていないんですね。なさすぎません？ここ入れた方がいいんじゃないかなと思って作ってきました。まず1枚目、メインバナーって言われるものなんですけど、はい、書籍の売りになる要素を入れておきたいところなんですね。この本を読んで何がわかるかっていうのをバーって書いて、で一応ゆりんどで買ってくださいって入れておいたんで。ありがとう。バナーにはそもそもチャンネルを知らない方もいると思うので、どんなチャンネルかっていうのを説明してます。なるほど。バナー3とかだと目次を入れたりとか、バナー4つ目が書籍の内容をわかりやすくピックアップして入れたり、バナー5も同じような感じですね。なるほど。そもそもバナーは誰が作るものなんですか？出版社。はい。ってことは岩瀬さんがこのページを見た時には、はい、法務社サボってんなって感じですか？はい。次。あ、次まだフリップ芸あるんですか？とある情報筋から入手したデータを見たんですけど、とある情報筋。買ってる年代を見ると40代が一番多かった。あ、そうなんですか。なので書店の売り場の置き場だったりとか、この年代が立ち寄りそうな場所に置いてみたりとかすると手に取られやすかったりするので、そういう案内をするときに何が必要かというとこちらです。出版社が書店に持っていく注文書です。注文書。ゆうせかバージョンを今回作ってきまして、本だけ持ってって話をするよりも注文書を持って話をした方が伝わりやすいっていうので、こういうものを持って営業する。最近重版がかかったと聞いたので、メインのところに重版出退と。出退？日本語ですか？業界用語かもしれない。業界用語ですよね。やめてください、その本の業界の人たちで。はぁ、みたいな。角材知らないの？あいつイカれてんだみたいな顔で見るのやめてください。知らない方が普通ですから、ね、重版かかったぜってことですね。そういう意味です、はいはい、あと登録者数書いたりとか、はい、YouTube の QR コードを載せたり、画面って展開した時のイメージ画像とかも載せてます、はい、あとは読者の感想とか入れることで、本書を読んで何が得られるのかっていうのを書店さんにアピールして、展開場所をイメージしてもらったりっていうのを作ってます。あとはですね、ポップとかパネルを手書きしてみる。なるほど。これはもうパッションで売っていくっていう部分なんですけど。あ、ファッションね、はい、印刷した文字が溢れる中で手書きはすごく目立つので。そうですね、はい、それ岩瀬さんが書いてくださったんですか？はい、書いてきました。左に載ってるのは誰ですか？ブッコロン。あ、私ですか？ぜひ使ってください。あ、はい。最後はここですね。帯変わってないのか。この本は緑色なので色が強いので、ずっと書店の同じ場所に置いてあると風景になってしまって手に取られなくなっちゃったりっていうこともあるので、そういう時に帯を変えてみるっていうのは有効なんじゃないかなって。いいものがありまして、あれ、この本帯替えをした時にここまで、ね、だいぶニュアンスの違うカバーですよね。そう、これ表紙だと思うじゃないですか。実は帯なんですよ。帯
なの？よく見てもらうとトントンってすると1ミリぐらいちっちゃいじゃないですか。高帯って言って、はい、帯なんです。カバーではなく帯なんだ。そうなんです。表紙を変えると新しく流通させる必要があるんですね。 ISBN っていうものを変えないといけなくなるので別の本として売らなきゃいけなくなる。労力もかかるしお金もかかってしまうのであくまでこれを帯ですと言い張ってそんな雑報みたいなやり方あるんですよ。ユーセカ本も全く別の色とかにしたらまた書店で流通させる理由ができるので、はい、店舗限定でこういうことすることもできるんですよ、はい、なので、はい、本店さんだけでももしやるんだったら作ります。作って持ってきます。なんで感情移入しちゃってこの本すごい売りたくなっちゃう。あ、売りたくなっちゃう。